カラフト、カラフト、カラフト島、カラフト島、サハリン、サハリン島は、ユーラシア大陸の東方、オホーツク海の南西部にある、ロシア連邦サハリン州の島、講義の日本列島に含む場合もある。南北約9 4 8トル、東西の幅最大約1 6 0トルで、南北に細長い、面積 76,400km は、世界、 第22位で21位の北海道より若干小さい人口約50万人。最大都市はサハリン州の州都でもあるユジノサハリンスク人口約18万人。カラフトは日露戦争後のポーツマス条約により北緯50度線を境界に南北に分割されそれぞれ異なる遠隔を経たためここでは北緯50度以北を北カラフトまたは 北サハリン、イナを、南カラフトと表記する。現在、サハリンプロジェクトが進められている。1945年、昭和20年までは、北緯50度線を境にして、南半分、南カラフト、南サハリンを、カラフトとして大日本帝国が、北半分、北カラフト、北サハリンを、サハリン、として、ソビト連邦が領有していた。日本領有下においては、 南カラフト及びその付属当初を指す行政区画名としてカラフト庁が使用された。現在はロシア連邦が北カラフトの領有に加え南カラフトをも実行支配している。南カラフトについては日本はサンフランシスコ講和条約によって放棄した。第二次世界大戦において日本本土内地最後の戦いが行われた地である カラフトの戦い。カラフトの名は、一説には、アイヌ語でこの島を、カムイカプや、モシと呼んだことに由来するという。これは、アイヌ語で、神が、河口に作った島を意味し、国陸港、アムール川の川口から見てその先に位置することから、このように呼ばれたとされる。なお、カラフトアイヌ語では、陸地の国土を意味するヤンケモシリと呼ばれ、北海道アイヌ語では、カラプトカープトと呼ばれる。 古くは1646年、商法3年に成立した正木藩の歴史書、白木の記録に、唐戸の島として見え、商法2本図にも、唐戸の島が描かれている。1669年、漢文9年の釈迦院の戦いに関する、同時代資料では、唐布笹具権城閣、津軽一等史、唐布の島、江戸法規中心書という表記が確認できる。 1700年、元独13年の、正木き郷町には、唐らと、島とある。1704年、宝永元年に、江戸地へ渡った、正光空年の資料では、唐ら唐と、島という表記が多いものの、東府島、唐らふ島、唐らの島といった表記も見られる。1783年、天明3年の、カムチャトカ国風雪港では、 カラフトの北にサカリーンという大島優都市、同書のふ図では、カラフトを大陸と地続きの半島として描き、別にサカリーンを島として描いている。1785年、同五年の三国通乱図説においても、カラフト島は大陸の半島としてを描かれ、別に北海中の一大国としてサカリーンを描いている。1809年、文化六年以降は、 東西のエゾ地に対して北エゾ地とも呼ばれた。それ以前は西エゾ地に含まれた。その後、明治政府が北海道開拓市を設置するにあたり、カラフトという漢字表記定められる。サハリン、古くはサガレント表記という名称は、真の皇帝が三人のイエズス会修道士に命じた、深刻半年測量の際に、国立校、満州五名、天社、サハヤンら、 サワリアンウラ川口の対岸に島があると聞き、そこを満州語で、サワリアンウラアンが肌、天社、サハイアンラ安ンが肌、国立港の対岸の島と呼んだことに由来する。ポーツマス条約調印以降の日本では、単に、カラフトといえば、南カラフトを指したため、北、カラフトを指して、サガレン、サツコウレンと呼ぶ場合もあった。サガレン州派遣軍などは、その一例である。 中国語では、真の時代の呼び名である、クラページ島、クーイエガオと呼ばれる。また、ロシア語の音訳である、サツコウハヤシ島、サハリンダオも使われる。カラフトは、ユーラシア大陸の東方、北海道の北方に位置しており、北45度54分から54度20分、統計141度38分から144度45分にかけて広がる島である。 島は南北に細長く、東西の幅が最大で約 160km、最強部は約 26km であるのに対し、南北は約 948km にも及ぶ。島の面積は北海道よりやや小さく 76,400km で、ある北海道本島の面積は 77,981.87km。その面積のうちの 約70%は山岳地帯によって占められており、平地は北部に集中している。カラフトは南の北海道とは宗谷海峡により、また西のユーラシア大陸とはマミヤ海峡により隔てられている。島の北岸及び東岸はオホーツク海に面している。なお、2万年ほど前には海水面が低下しており、今日のユーラシア大陸、カラフト、 北海道は互いに地続きだったと考えられている。カラフトの最北端は、シュミット半島の先端に位置している、ガオト岬、エリザベート岬である。シュミット半島から、西方のカラフト北岸から、対岸の大陸側であるアムール川川口地域の北岸までの海岸を一続きと見ると南に湾曲した湾状の海岸線となっている。この湾は、サハリ湾と呼ばれている。 南の宗谷海峡に対しては、西側から、能登与半島が、また東側から中レト湖半島が突き出ており、これら二つの半島の間には南に開くアニワ湾、アニワ湾がある。能登与半島の先端は、カラフトの最南端となる西の豊御岬である。中レト湖半島の先端は中レト古岬である。カラフトの西方は、ユーラシア大陸との間に、 マミヤ海峡が横たわっている。マミヤ海峡の最強部は、ネベリスコイ海峡と呼ばれ、その幅は、約7 3キロメートルである。東方のオホーツク海に対しては、島の中南部から、北シレトコ半島が突き出ている。先端の北シレトコ岬から、西方は北へ向かって、海岸線が湾曲し、その湾は、タライカ湾、タライカ湾と呼ばれている。 カラフトの気候は乾杯モンスーン気候に属する。夏季は湿度が高く、霧が多く発生し、日照時間が少なくなる。冬はオホーツク海側で乾燥し、厳しい寒さとなり、海が氷結すると晴天が続く。日本海側では雪が多くなるものの、オホーツク海側と比較して、冷え込みは緩む。また、夏と冬の寒暖の差が大きく。 特に大陸の影響を受けやすい北からふとは太陽の影響が大きい南からふとより気温差が大きく2018年現在まで観測されている最高気温記録はのぐりきで1977年7月に観測された39度最低気温記録はティモフスコエで1980年1月に観測れたマイナス50度であり寒暖差の大きさが データでも確認することができる。南西部は、津島海流、暖流の影響を受け比較的温暖であり、冬季も海は欠氷しないが、北東に行くに従い東から太海流、寒流の影響を受け気温が低く冬季は、海が欠氷する。植物の分布境界線として、北から太西海岸の図へと、南から太東岸の内地を結ぶシュミット線が有名であり、 日本固有種の分布はこの線より南側で、北側は新葉樹林など、シベリア系の様相となっている。動物の分布境界線は、八田線、宗谷線があり、宗谷海峡を挟み、カラフトと北海道で両生類や爬虫類などの布が異なっている。カラフトは石油や天然ガスなどの豊富な地下資源にも恵まれている。地理的な日本列島。 国家としての意味ではないの中では、本州、北海道に次ぎ、3番目に大きい島である。カラフトの先住民には、南部のアイヌ、東岸中部以北のウィルタ、北部のニブフといった、北方少数民族がいる。1905年から1945年までの日本、統治下の南カラフトでは、カラフト町はアイヌを除くカラフト先住民、イルタ、ニブフなど、 古籍法上はカラフト土人と扱って内地人と区別されていたが日本国籍を付与していた。カラフトアイヌは当初はカラフト土人として内地人と区別されていたが1932年1月に古籍法上は内地人と同じとなった。カラフトの先住民は南カラフトに居住して日本国籍を与えられていたためにソ連によるカラフト占領後は 残留意志を持った者を除き、北海道に送還されていい。日本では、終戦後の1945年に、アイヌを除くカラフト先住民の参政権が停止されたものの、1952年のサンフランシスコ平和条約発行の際に集積という形で参政権を回復した。現在のカラフト住民の中にはアイヌを名乗る者が若干名存在するものの、 統計が取られていないために詳細は不明である。南カラフトは日本市政下においてはカラフトと呼ばれる行政区画であった。地方行政官庁としてカラフト庁が設置され太平洋戦争中の1942年昭和17年に外地から内地へと編入された。人口は1945年昭和20年当時約40万人であった。 当時の主要な産業は、漁業、農業、林業と、製紙、パルプなどの工業、石炭、石油の採掘業など、南カラフトの中心都市は、カラフト町の置かれた豊原市、ユジノッサハリンスク。現在は、湧かない港より船で渡航が可能。船で行く場合3日間以内に限りビザなしで滞在が可能。その他に、空路も利用可能。1905年。 明治政府は、カラフト南部から中部までの地層を細かく調査、本州へも移出。道路町周辺では良質の無煙炭が多く取れた。その富を求めて人口が増加。道路小学校では三千名の児童を抱え、六十名の教員が在職、日本最大の小学校と言われた。カラフトの止高は、比較的に温暖であり、濃厚にも適しているが、アニワにおいて、 国旗貝などを採取し、採取後には弾を取るため、焚き火などもしていた。1905年、明治38年の祖国復帰後、明治政府は、江戸松、戸戸松がパルプの原料となることを調査、研究によって突き止め、1914年、大正3年、第一次世界大戦の特殊景気の恩恵を受け急、成長を過ぎる。王子聖師、富士聖 カラフト工業による三者化線状態であったが、1933年、昭和8年に王子製紙が競合二社を九州合併、王子製品は本州へも移出された。また、同時期には木材業者の合併も行われ、カラフト木材統制組合が設立された。森林伐採は開発と不可分で進行するが、島内で全てを消費できることもなく、 木材の当該への移出は活発となった。移出量は1929年、昭和4年にピークを迎え、約1、300万国を記録。しかしその後は前言し、第二次世界大戦直前の1941年、昭和16年には、約10万国に落ち込んだ。戦争中は木材を運搬する潜伏が不足し、積み出しが不能になったまま終戦を迎えた。 日刊誌だけでも10誌以上が発行されていた。あと、読売新聞社が経営。日刊各誌は読売に統合後、読売系カラフト新聞となる。代表的な日刊誌は、カラフト日日新聞、カラフト時事新聞、カラフト毎日新聞、蒙花毎日新聞、メグミシュドリ毎日新聞である。1936年、昭和11年、 豊原での試験放送が人気を得て、1941年、昭和16年、日本放送協会、NHK は、豊原放送局を開設。湧か内三橋駅から大泊港駅まで、筑波連絡線で、約8時間。熊笹峠には、カラフトの戦いにおける、ソ連軍の難進を阻止し、同軍に、 北海道振興を断念させた日本の将兵の遺骨が今も眠っている。1925年、大正14年、皇太子広人親王、後の昭和天皇がカラフト訪問、行刑豊原市、毛花町、大泊町などで構成されるカラフト町が出迎えた。カラフト県は日本固有種であり、極めて飼い主に忠実である。 南極物語に登場する太郎とジロがそうである。カラフトマスは、鮭の缶詰の原料として利用されている。カラフトの富ない村には、古障が多数存在し、マリモが多く生息し、北海道のものとは種類が異なるため、カラフト天然記念物として指定されている。フレップ、コケモモと呼ばれる、直径約1センチメートル程度の好みがあり、ジャムなどにもなる。フレップとは、 アイヌ語で赤いものという意味である。日本の植民地時代の南カラフトでは6月から9月の間、競馬が盛んに行われていた。1931年には大小20カ所の競馬場があり、その中で8カ所が1932年、昭和7年にカラフト競馬規則による認競馬場に認可された。北カラフトはカラフト、 シ島交換条約以来のロシア領であり、ロシア帝国時代は、沿海州に属した。ソビエト連邦成立当初は、シベリア出兵時発生した2港事件を受け、1920年7月から1925年5月15日の、約5年間日本の佐賀連州派遣軍による保障占領下にあった。1925年、大正14年に日ソ国交受立で、 日本軍が撤退すると、ハバルフスク地方として置かれ、その後は、サハリン州に属し、ロシア連邦となった現在も引き続き、サハリン州に属している。主な都市は、オハやアレクサンドロフスク・サハリンスキー、日本名、オッチ氏、落石である。オハユデン、サハリンプロジェクト、サハリン1、サハリン2が、代表的な石油産業である。氷河期には、大陸と陸続きだった。 古代以前は俗上門人、南部に進出や、おほうつく文化人、日本書紀に記される祝神などが存在し、鎌倉時代以降は南部にアイヌ民族や和人が進出、東岸中部にミルタ民族、アイヌ民族はオロッコと呼んだ、北部にニブフ民族、ニブヒトモ、アイヌ民族はスメレンクルと呼んだなどの北方少数民族もいた。中国、朝鮮の古書。 三回領、海東諸国期には、いずれも、日本の北、または、領域は、国流縁口に起こる。投機祭。また、アスカ時代の西明天皇の頃行われたエゾ政党、祝神討伐の際、安倍平夫が交戦したぬさまかない弁島は、カラフトとの説もある。幕末以来、日本とロシアの間で領有者が、たびたび変遷した。1945年、 昭和20年8月9日、ソビエト連邦が日ソ中立条約を一方的に破棄したい日産戦、8月11日より南カラフトに侵攻を開始した。8月14日のポツダム宣言受諾後も、8月22日に、一人町で日ソ停戦協定が成立するまで侵攻を続けた。結果南カラフトを占領し、現在の継承したロシアに至るまで、 実行支配を続けている。1951年、昭和26年9月8日、サンフランシスココア条約締結により、南カラフトの領有権を日本政府は放棄した。ソビエト連邦は、サンフランシスココア条約締結国でなく、南カラフトの領有権の帰属先は、条約上は未定のままとなっている。冷戦下の1952年、 昭和27年3月20日にアメリカが衆国上院は同年4月28日に発行するサンフランシスコ平和条約の解釈から南カらフとの領土、権利、権益をソビエト連邦の利益のために南カらフとの権利、権限及び権益をソビエト連邦に引き渡すことをこの条約は含んでいないとする決議を行っている。しかし、このような議論は 一般的なものではなく、日本政府もサンフランシスコ平和条約の立場上、積極的な領土返還要求を行ってはいない。この点が、いわゆる北方領土問題、北方地域とは異なっている。ソビエト連邦崩壊後、それを継承したロシア連邦が今な、お南からふと全体を実行支配している。日本政府は、南からふとの貴族は、 未確定で最終的な帰属は将来の国際的解決手段に委ねられると主張している。一方で、ロシアによる実効支配について、ロシア以外のいかなる国の政府も領有権の主張を行っておらず、領有権を放棄した日本政府も意義を唱える立場にはないとしている。また、日本政府は仮に将来において何らかの国際的、 解決手段により南カラフトの帰属が決定される場合にはその内容に応じて在有時のサハリンスク総領事館について必要な措置を取ると主張しているロシア側の立場はソ連はサンフランシスコ講和条約に調印しなかったが日本は国際条約で領有権を放棄しているロシアの南カラフト領有は戦争の結果でありまたすでに ソ連国内法により編入されているというものである。領土が未帰属であることから、北方領土問題と共に取り上げられることも少なくない。架空戦記の話題にもなった。カラフト島に住んでいたが敗戦の混乱により、帰国できなかった日本人。2018年現在では家族を含め275人が、永住帰国を果たし86人がカラフトに23人が、 旧ソ連圏に暮らしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。